暮らしをしながら魚を調べる、それから寄っていいかという申し出をして、まあ、自由に使っていいです、いいですよという返事で、長くね、この活動を続けていこうと考えております。本当にね、今後の予定としては、まあ、今日反対行動をやって、まあ、今後もいずれにしたっても東京電力なり政府は30年ぐらいかかるなんて、そんなとんでもないこと言ってますから、長期的な戦いになるかと思うんですが、粘り強くやっていくつもりです。確かにやっぱり国民の力はね、原発再稼働を阻止しろ、理解が進んだなんてとんでもないですよ。今もって県民の多くは反対してますから、それをああいった方で一方的にですね、今日1時から放出するなんてことは絶対許せない。ちゃんとしたとこに役所で紹介してもらって、出ないです。出ないっていう項目に書いてあります。